そんなことないよ。その一言が言えればよかった。でも。僕はクラスの中でも陰キャという部類に属している。それで周囲から軽蔑されることも多いが、正直言って僕は気にしていない。世間一般的に陰キャは見下されるものだし、その考え方はなかなか変えられないものだと思っている。そんな僕とは対照的にクラスでのカースト上位にいる女子がいた。彼女の名前はかなでさん。かなでさんは誰にでも優しく、勉強もできて、誰からも好かれる完璧な人だ。あ、アルト君、昨日のアニメ見た？うん、見た。うまく返せない。かなでさんは僕みたいな陰キャにも声をかけてくれるが、あがり症のためにうまく話せない。申し訳ないとは思う。でもそれと同時に少し憎かった。本当？僕の平穏で静かな隅での暮らしを壊しているのだ。私さ、あのラストのシーンよくわからなかったんだけど、アルト君はわかる？わかるよ、もちろん。あ、いや、わかんないかな。かなで、何してんの？そんなやつと話してたら陰キャが映るよ。あ、ごめんね。きっとあの子たちも悪気はないんだよ。また話した時にアニメのこと教えてね。やめればいいのに、僕なんかと話すの。ごめんごめん。僕と関わった人間は漏れなく陰キャの仲間という称号をプレゼントされる。かなでさんは今まで培ってきた陽キャレベルが彼女を守ってくれているだろうが、そのうち周囲から変な目で見られるようになる。とある休日、僕はゲームソフトを買うために街へ出た。適当な中古のゲームを漁るのは僕の休日の数少ない楽しみの一つだった。今日もクソゲーを買って頭を空っぽにしてプレイしよう、そう考えていた。あれ、アルト君もいたんだ。ん？何しに来たの？ってそりゃゲーム買いに来たのか。うん。かなでさん、アニメだけじゃなくゲームもするのか。いや、今はそんなこと気にしてる場合じゃない。早くここから立ち去ろう、誰かに見られる前に。あ、ハルト君もしめじま通貨好きなの？え、あ、うん、好きなわけないだろ。しめじま通貨はネット界隈の強者の尻尾巻いて逃げ出す伝説のクソゲーだぞ。僕はただ見てただけだ。無罪だ、放免してくれ。趣味合うね、意外と。私も持ってんだ。マジかよ、すごいね。このゲームに出てくるさ、89ミリ発射光竹っていう武器がね。その日、僕の休日は丸々潰れた。あの後、かなでさんはお茶でもしようと切り出し、店から出て近くにあったファミレスで伝説のクソゲーについての談義に興じた。89ミリ発射光竹は強くて便利なんだよ。というか、彼女が一方的に話してきただけなのだが、しめじさんは最強なんだよ。こうやって自分の趣味を臆面なしで話す様は、陰キャも陽キャも変わらないのではないかと思った。かなでさんの饒舌さはとどまるところを知らなかったが、ふとした瞬間静かになった。ごめんね。え、どうしたの？私ばっかり話しちゃってつまらなかったよね。そんなことはなかった。好きなことを一生懸命話す姿はとても眩しく、気持ち悪く思われないために人とそういう話をしない僕にとっては羨ましく感じた。そんなことないよ。その一言が言えればよかった。でもあまり僕と話さない方がいいかも。なんで？僕ってさ、ほら陰キャだし、僕と話してたら奏さんも変な目で見られるよ。そんなことないよ。そんなことない。アルト君はきっと周りに気を配りすぎなんだよ。ごめん、その自覚はあった。周りの視線に怯えていた。家族や先生、クラスや仲間内さえも自分のせいで誰かが嫌な目に遭ってしまうんじゃないかとずっと思ってた。むしろね、そういうのいいことだと思うんだ。私は遠慮とかできないから、話し終わった後に、あ、遠慮すればよかったとか
一人で喋っちゃったとか、後で嫌な気持ちになるんだ。その気持ちは痛いほど分かった。陰キャだけがそう思っているものだと決めつけていたが、陽キャの彼女もそう思うことがあるというのも衝撃的だった。だからね、アルト君が羨ましい。僕が？うん、人に気を使えるって素敵じゃない？羨ましいと言われるとは思ってもみなかった。その言葉は僕がいつも周囲に思っていた言葉だったから、今日の出来事のおかげで僕は少し変われるかもしれないと思った。そして僕は奏さんを陽キャの一人じゃなく、一人の人間として捉えるようになれる気がした。今日も元気だな、奏さん。僕は何気なく彼女を眺めていたのだが、なあ、逃げちゃった。やっぱり陰キャの仲間じゃん。どうしようか迷った。だけどどうしたの？なんでもないよ。嘘だ。もしかしたら友達に何か言われたのかもしれない。何か言われたの？奏さんは事の顛末を話してくれた。ファミレスで僕と話してたことを見られたこと、そのことで奏さんが陰キャ扱いされたこと、奏さんが僕を擁護してくれたこと、それが元で口論になったこと。ごめんね、本当はこんなこと直接君に話すことじゃないのに、またやっちゃった。そんなことないよ。え？普段なら僕が迷惑をかけたことを謝ったことだろう。でも今の僕は違う。自分のことじゃなく誰かのために何かを言いたかった。奏さんは奏さんのままでいいと思う。陰キャとか陽キャとか関係ないと思う。だから気にしなくていいと思う。ありがとう。それから僕と奏さんはちょくちょく話すようになった。僕からも頑張って話しかけている。あのね、しめじバズーカ新作が出るんだって。え、本当に買うの？周囲の目はそう簡単に変わらなかったけど、あの出来事があってから気持ちが楽になった。もちろん予約済みなのです。しめじさん。自分だけに引きこもって周囲に怯えるのはもうやめた。少しずつでも奏さんに本当の気持ちを伝えればいいなと思った。はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。前回の動画のコメントでですね、髪切る前の成田くんも好きっていうコメントがいっぱいあってですね、私と同じだと思って嬉しかったです。で、今回なんですけども、しめじバズーカ逆に気になるんですけど、どんなゲームなんですかね。そのしめじバズーカについて語ってる奏さんのシーンが私は一番好きでした。それではまた次回の動画もよろしくお願いします。佐藤でした。ソプラノ漫画の動画を最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価ボタンを押していただけると制作チームの励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でお待ちしております。